はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ちょっと巨人の調子が落ちてきたというところで、ちょっと僕の今のジャイアンツに対する、まあ、意見であったりとか、まあ、入れ替え選手もね、ちょっとあったんで、それの情報についても言及したいなって思ってます。まあね、今回のね、先日の3連戦ですか。あ、阪神のね。まあちょっと、非常に、厳しい戦いというかね、まあ、安倍監督もね、甲子園の球場の雰囲気に飲まれてましたね、みたいな感じで言ってましたけども、まあ、まあそれもあると思うし、ちょっとね、屋外の球場に関して、まあやはりね、今の日本、僕今日本にいないんで、ちょっとその暑さはわからないんですけども、めちゃくちゃ暑いっていう風には聞いてるんで、やっぱり、ドームでね、普段快適に、やってる選手たちなので、ジャイアンツはね、そういったところで、まあ阪神の球場の雰囲気というところもありますし、その暑さというところも踏まえて、非常に、今ね、疲れが溜まってきたりとか、してるんじゃないかなっていうふうに思います。で、この3連戦見てるとですね、その非常に、投手陣の、やはり、調子が落ちてきてるんじゃないかなって思ってまして、もともとジャイアンツって、めちゃくちゃピッチャー陣が良かったじゃないですか。あれって、結局、僕、ファーボールを出さなかったからが大きいと思うんですね。どういうことかっていうと、今年って、プロ野球全体で見て、ホームランが少ないじゃないですか。で、だから、今年に関して言えば、ゾーン内にしっかり投げ込む。で、バッターがしっかり打っても、ホームランになるのが少ないから、ヒットであったりとか、ツーベースで終わってるケースっていうのが非常に大きいんで、多いので、そういったところで、無駄なフォアボールとかを出さなければ、そこまで得点、が、取られることは、ないんじゃないかっていうところがあると思うんですね。だから、今までのジャイアンツのピッチャー陣って、先発陣もそうですし、救援陣もそうですけども、フォアボールが少なかったと思うんですよ。うん、予視球率っていうのがね、少なかったんですけども、この阪神との3連戦、めちゃくちゃフォアボール多かったのよ。いつもコントロールがいいピッチャー陣たちが非常にフォアボールを出してたと。で、やっぱりフォアボール出してランナー貯めて、ってなると、やっぱりこう、ピンチになるし、じゃあピンチでいいバッターが迎えると、いいバッターをね、いいバッターに対峙すると、やっぱ打たれたくないとか、厳しくいかないといけないっていう心理が働くんで、なおさらね、難しいピッチングになってしまう。この、負のループがあったんじゃないかなっていうふうに思ってますと。で、僕の YouTube コメント、YouTube って、僕本当に、素晴らしい視聴者さんたちがね、いらっしゃると思ってて、本当に毎試合たくさんのコメントいただくんですね。で、僕、いつもコメントを読ませていただいてて、ああ、本当なるほどなとか、本当、ああ、そういう意見もあったかとか、あ、この方がこういう風に言ってるから、この企画をやってみようかなとか、いろんなね、ことをね、思いながらコメントにハートを押させてもらったりとか、時にはこう、コメントを返させてもらったりとかしてるんですけど、特にね、この3連戦って、やっぱりジャイアンツからしたら負けてしまったっていうのがあるんで、ちょっとネガティブなコメントというか、批判的なコメントがやっぱ多かったですね。で、まあ、いろいろコメントがある中で僕が印象残ってるのは、岸田選手のリードが悪いんじゃないかとか、大城選手をキャッチャーに戻した方が絶対いいよとか、ピッチャーの状態が落ちてきたんじゃないかとか、いろんな意見あるんですね。で、まあ、その一個一個の意見に対して、まあ、返信してるわけじゃないし、この動画内で言及する、わけではないんですけども、まあ、僕が思うにですね、どっちかというと僕リードっていうよりかは、ピッチャー陣のコントロールが悪いんじゃないから、悪くなってきてるというかね、うん、非常にこう、まあ、神経を減らされてるんじゃないかなっていう感じをしてて、やっぱり、戸郷投手のね、昨日もそうでしたし、グリフィン投手とかもそうでしたけども、やっぱりゾーン内で、ある程度やっぱ強いボールで投げて、じゃあそれが2連打、3連打、打たれるかって言われたら、僕そんなにね、滅多にないんじゃないかなと思ってて、ある程度やっぱり安倍監督がおっしゃる通りに、ゾーン内で、まあ、ゾーン内の少し甘いところでもいいけど、いいから、どんどん強いボール投げ込んでいく。これに一回もう一回戻った方がいいんじゃないかなと思ってて。うん。阪神打線ね。素晴らしいです。正直素晴らしいです。うん。で、僕、この間ね、絶賛、前川選手に対して絶賛させてもらいましたけども、あの若い選手、あんだけ言ってる選手がね、まだまだいるというところで、非常にね、いい選手たちね、前川選手以外もね、いい選手いますと。で、ただ、
野球っていうのはですね、打ってもまあ3割、3割3分、3割5分も打つバッターって今いないじゃないですか。だからおおよそまあ7割近くは失敗するよっていうスポーツなんでね、もう一回、冷静にシンプルに考えると、まあ10回中7回失敗するんだから、あ、思い切ってゾーン内に投げ込んでみようかみたいな、ちょっと軽い気持ち、軽くはないんだけど、そういうちょっとこう、心を軽くするようなね、考え方も僕は今のジャイアンツのピッチャー陣には必要じゃないかなと思うんですね。で、いろいろ調子とか、いろいろあるんだけども、もともとね、ジャイアンツのピッチャー陣たちも、すごく今ね、力を持った選手たちがね、ローテでもそうですし、救援陣たちもいるんで、まあ、コントロールミスとかね、フォアボールが多く出てるよっていうお話したけど、それは技術不足っていうよりかは、その気持ち次第だと思うんですよね。もともとできてたわけですから、まあ、疲労が溜まってたりとか、いろんな要素あると思いますけども、もう一回ね、阿部監督がシーズン当初にね、言ってたような言葉を思い出して、もう一回ゾーン内で甘くてもいいから、強いボールを投げ込んでいく。これに戻ったらね、すごくもう一回、投手陣たちをね、立て直していけるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、その裏ローテで、3連勝して、表のローテでも、まあ、2勝1敗ぐらいいけたら、もしかしたらこのまま本当に優勝、見えてくるなっていう感じはあったんだけども、やっぱり、今年のね、混戦したセリーグ、なかなかね、やっぱり難しいよというところで、これもこれでね、面白いのかななんてね、思えるぐらいのメンタルでね、いけたらね、すごく面白いんじゃないかなって思うので、投手陣たちもね、まあ、バッテリー含めてですけども、もう一回ね、原点回帰してもらいたいなというふうに思ってます。でですね、この阪神戦3連戦終わりまして、ちょっと入れ替え情報がありましてね、まあ、今まで、すごく頑張ってくれてたね、中川投手と泉投手が、ちょっと2軍で、まあ、2軍に降格して、まあ、高橋礼投手と田中投手がですね、上がってきたというようなね、入れ替え情報がありました。で、これに関して言うとですね、僕ちょっと意味合いが違うのかなって思ってまして、どういうことかっていうと、まあ、中川投手に関しては、じゃ泉投手に関しては、どっちかっていうと、まあ、その、買いまたぎをね、この間してくれたりとか、まあ、多少防御率もね、6月から比べると、上がってますけども、今までのね、貢献度を考えると、まあ、ちょっとリフレッシュとかな、リフレッシュ休暇かなというかね、ちょっとまあ、もう一回、まあ、買いまたぎもしてくれたし、いろいろ疲れも溜まってるだろうから、まあ、最短ね、10日で帰ってきてくださいよ。2軍でちょっとね、まあ、調整、まあ、休養も含めて、やってきてくださいよっていう意味合いが僕強いんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと中川投手に関してはですね、リフレッシュかって言われるとそうではなくてですね、まあ、登板の内容を見てますと、ちょっと、まだ本調子じゃないんじゃないかなとか、まあ、YouTube のコメントでもありましたけども、全盛期というかね、良かったところの、中川投手よりも平均球速が少し落ちてると思いますよとかね、いうコメントもありましたし、やはり、中川投手ってすごくいい投手だと思いますから、そういったところで、今までのね、復帰してからの登板なんかをずっと見させてもらってますけども、やはり簡単に打ち込まれることが多いというか、バッターがなかなか嫌がってないというかね、シュートに関しても、スライダーに関しても、横の幅をね、使ってよく投げてるとは思うんですけども、打者が、特に左バッターとかでもそうですけども、あんまり嫌がってないなっていう、スライダーであったりとかシュートであっても。うん、そんな感じの反応は僕の中ではね、すごく感じてるんで、もう一回ね、ストレートの球速なのか、それとも、変化球の精度なのか、そこはちょっとね、本人が一番分かってると思うんですけども、そこをね、もう一回見つめ直すというか、うん、泉投手とは違って、リフレッシュというよりかは、もう一回ね、再調整という形の、二軍の降格なのかなっていうふうに思います。で、上がってきたね、高橋礼投手と田中投手ですけども、高橋礼投手はね、まあ、先発で2軍でね、調整をしてたみたいなんですけど、ロングリリーフでね、1軍昇格したというところで、放置のね、記事を見ました。で、まあ、今、先ほどのね、先発陣がちょっと苦しいよというふうなね、お話もさせてもらいましたけども、やはり、この夏ね、やっぱりこう暑いし、厳しい戦いになってくるんですよね。その上でピッチャーは一番しんどいっていうのはみんなわかってるわけですから、そこでロングを、まあ、昇格させて、補充するっていうのは非常に、まあ、いい判断だと思いますし、まあ、高橋礼投手がね、今年まあ開幕ローテ入ってましたけども、果たしてそのロングで、
シーズン当初のね、ようなね、ピッチングができるかどうかっていうのはね、ちょっとまだ、やってみないとわからないというところはありますけども、まあ、その、アンダースローというピッチャーもね、なかなかいないですし、高橋礼投手に関しては、下からでもね、こんだけの球速があるというところで、非常に、まあ、面白い起用というか、うん。ロングでも十分ね、やっていける可能性はあるんじゃないかなと思います。で、次、田中投手なんですけども、まあ、田中投手はですね、まあ、シーズン初め、先発転向というかね、うん、先発でやりたいというふうなことを言ってて、先発を今年やってたんですけども、先発であまりうまくいかなかったんですよね。で、それで、中継ぎに、なってるんですけども、まあ、今年の成績とかを見てても、まあ、正直、全体の成績で言うとあまり良くないと。ただ、脱三振能力と、いうところに関しては、まあ、二軍のピッチャーでも随一というかね、一番、三振を取れるんじゃないかっていうぐらいのね、成績を出してくれてますからね。そういったところで、まあ、リリーフというところはですね、まあ、打たせて取るみたいなところも、全然ありだと思うんですけども、やっぱり一番確実なアウトの取り方というのはですね、三振というところで、このバットに当てさせないというところはですね、リリーフピッチャー、特にピンチでね、投げていくようなピッチャーに関して言えばですね、特に、重要な指標になってくるのかなというふうに思うので、まあ、ちょっとウィップが高かったりとか、予視球率がちょっと高かったりとかいうところはありますけども、一種ね、これは、面白い賭けではないですけども、うん、うまくハマればね、すごいピッチングをしてくれる可能性も十二分にあると思いますから、この昇格っていうのも、すごく、まあまあまあ、面白い、選出なんじゃないかなと思いました。で、X であったりとか、Twitter、旧Twitter ですけども、とかを見てても、菊池投手なんであげなかったんだみたいな、コメントもあったわけですよ。で、僕も実際それ正直思いました。うん。なんで菊池投手が上がってこないんだろうって、一番いい成績残してんのにと思ったんですけども、やはりそこは、桑田監督であったりとか、安倍監督であったりとか、そういったところの意図もあると思うので、そこはね、確実に、菊池投手のね、ピッチングであったりとか、そういったところも絶対共有はされてると思うので、そういったところで、それも踏まえて、菊池投手じゃなくて、田中投手をね、上げてきたっていうところがあると思うので、そこはね、まあ、安倍監督の、まあ、采配というか、目というかね、そういったところを期待したいなというふうに思ってます。まあ、間違いなく、次上がるピッチャー、もし上がる、誰かが落ちたとするならば、菊池投手が上がってくるんじゃないかなとは思ってますと。はい。で、まあ、打線についてちょっとね、言及すると、まあ、打線もね、前よりはね、非常に点取れてると。で、大城さんをね、ファーストにやったりとか、まあ、打順を固定してからね、非常にうまくね、いい流れが、続いてますと。ただ、まあ、阪神戦ね、すごくいいピッチャーが出てきてるんで、やはりなかなか、そのような、バッター陣でも、いいピッチャーを打つのは難しいというところはあると思いますんで、まあね、3連敗しましたけども、一回気持ち切り替えてね、うん、やっていければいいと思うし、やはり最近ね、見るとちょっと心配なのはヘルナンデスかな、というふうに思ってて、まあ、こんだけもともと打ちまくってて、今年というか、今月か、7月かな、ちょっとこう、率がね、落ちてきたっていうところがありますと。で、僕が見る限りですね、まあ非常にインサイドっていうのも使われてますし、外のね、曲がり玉、落ち玉というところも非常にね、うまく相手バッテリーがね、研究しながらやってきてると思うので、そこにちょっとね、術中にはまってるっていうところはあるので、もう一回ね、自分の打てるゾーンというかね、ストライクゾーンも含めて確認をして、でね、あんだけコンパクトで強いスイングをしてますから、甘く入ってきたらね、自分のスイートポイントに入ってきたら、間違いなく捉える能力っていうのは高いですから、もう一度ね、確認、そういったところも確認しながらね、頭の整理をして、まあすごくインテリジェンスというかね、頭がスマートな選手だというふうに思いますから、もう一回ね、リセットすればね、間違いなく調子は戻ると思うので、そこをね、僕はね、期待したいと思っております。はい、そんな感じでですね、今日はですね、まあその、今現状、ジャイアンツに対して僕が思うことであったりとか、まあその、入れ替え選手であったりとか、うん。まあ打線について、ちょっと心配なのはヘルナンデスですよ、とかね。まあちょっと今僕が気になることをちょっとね、お話しさせていただきました。まあヘルナンデスもね、調子がちょっと落ちてたとしてもですね、周りでみんなで、カバーしていければいいことですし、
まあ、その、野球はね、みんなでやるものですから、9人でやるものですし、ベンチも含めてね、みんなでやるものですから、そういったところで、ジャイアンツね、ピッチャー陣の層も厚いですし、野手陣もね、控えにもいい選手がね、今いたりとかするわけですから、非常にこう全員野球で、核となる選手は、しっかり、据えながらね、うん、みんなでカバーしていってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。バイバイ。